参議院選挙はあさって10日が投票日です。県庁の投開票速報県本部では当日の円滑な作業に向けリハーサルが行われました。県の選挙管理委員会室に設置された投開票速報県本部ではおよそ30人の担当者が各市区町村と結んでいる専用の端末から送られてくる開票速報などのデータをチェックし、各報道機関に送るまでの一連の流れを確認していました。参議院選挙の投開票速報で扱うデータは埼玉選挙区と比例代表の2種類となります。3年前と同様に改選数が1増えた埼玉選挙区には4議席をめぐって過去最多の15人が立候補しています。参議院選挙はあさって10日に投票が行われ即日開票されます。